てる、やったー。うん、こんばんは。コメントが、こんばんは。頑張ります。間違ったかも。こんばんは。イエーイ。ハートありがとう。なんだろうこれ、コンペイトーみたいな。ありがとう、ありがとう。イエーイ、ヤッホー、こんばんは。今日は週末ですね。皆さんご飯食べましたか？ハートありがとう。3月だから、そういうこと？なんでコンペイトーなんだろうって思った。うん。ラーメン？いいな。うん。イエーイ。今日カレーだったの？いいな。え、お腹すいた。なんかちょっとご飯食べたのにさ、もうすぐお腹すいちゃって。イエーイ、ヤッホー。あ、青のペンライトありがとう。あ、すごい、おひな様のあれね、明かりありがとう。今日は見てください、髪型を三つ編みにしてみました。どう？どうかな。今日ね、雨降ってたじゃん。そうだからなんか、あ、間違った、傘ささずに外出てたらなんか前髪が濡れちゃって、今乾かしてこの状態になりました。そう、帰ってくるときに雨降ってたから。今日は、今日しようと思っていることは、 NGT48 のメールサービスがあるんだけど、そこのメールサービスで募集した質問に答えていこうと思います。イエーイ、イエーイ。大喜利はしません。じゃあ早速いきたいと思います。と、一つ目ね、第一問ね、アニメや特撮を好きになったきっかけは何ですか？と来ました。来たので答えていきたいと思います。特撮を好きになったきっかけ、アニメとかもう気づいたら好きだったから、いつとかは全然ないんだけど、でも私だけの特徴だと思ってる、そのアニメを見るのが。佐藤家っていうか、佐藤家は全然誰もアニメ見なくって、そういとこも見ないし、お母さんたちも見ないから、私ぐらいしか見ないから、そう、そういう感じです。だから、うん、そう、あのね、言いたいことがあってね、がどうだろう、え、そう、ゴースト好きだよ。ゴースト大好き。ジュウオージャーからのキューレンジャーとゴーストからのエグゼイドが最高だった。本当にあの時期が本当に最高だった。きっかけ本当に分かんないんだけどね。でもなんか自分のプリキュアとか見てる時代あるじゃん、その時代も並行して仮面ライダー見てたんだけど、そう、
プリキュアよりも仮面ライダーになんかどっぷりハマっちゃったかもしれない。うん好き。ダブルがね、あの私多分生まれてる時に見てたんだと思うんだけど、記憶になんかあんまりなくて、だから見たのね、そのなんて言えばいいな、配信アプリで見たんだけど面白かったびっくりした、本当にもう一番好きかもしれない、ダブルが一番好き、そう大好き大好き何か自分の理想が詰まってた、ダブルには。うん面白かったな。キューレンジャーも星人せいや、キューレンジャーも星座モチーフだったからすごい面白かったし、うんそう飛ばし飛ばしでね見てるのもあるけど、最近ギーツとガッチャードも見てて、でオープニングだけだとあのセイバーだっけ、セイバー、うんセイバーがすっごいオープニングがめっちゃ好きなの。うんダブルはなんかプリズムの時が一番好き。佐々木奈々さんが左利きに憧れてる、嬉しい、私は左利きです、なーちゃん私もなーちゃんに憧れてるよ。そうじゃあ次の質問に行きたいと思います。スポーツするならってきました。スポーツをするならやっぱり新潟に住んでるからスキーがしたいしてみたい。葵ちゃんがなんかスキーなんか得意だった気がして、だった気がしてってかだったみたいで、だからそう好きなの、葵ちゃんが好きだからスキーやってみたい、好きだ言いそうになっちゃった、スキーだけにね言っちゃった。そうスノーボードもしてみたい。うんいっぱい新潟ねスキー場とかあるからね。あとね今週の土日から配信始まったじゃん、その時になんか友達が見てくれてたみたいなんだけど、の友達がその配信見終わった後にアルビの試合も見てて、アルビも勝ったよっていう報告してくれて、すごいサッカー今度一緒に見に行こうねってずっと約束してたから、最近サッカーも見ようと思ってるそうサッカーはなんか稲妻イレブン見てたから知ってるけど、そういう世界じゃないっていうのを聞いたから、なんか2人で蹴っちゃいけないんでしょサッカーって確かなんかファイヤートルネードとダークトルネード一緒に打っちゃダメなんでしょっていうのを聞いてから、そうだからアルビには行ってみたいですオレンジのペンライト振りたいそうってことですね。そう皇帝ペンギン3号もダメかな多分そうルールから学ばなきゃじゃあ次、何か免許を取るならときました、イエーイ。なんか免許って何があんの私さその運転免許と調理師免許と教員免許しか知らないんだけど、何の免許があるの車だよねやっぱ免許って言ったら。車でも難しくない？なんかイニシャル D みたいなやつ
ダメだ、うん、コップの水をねこぼさないぐらいに極めたいけど。いっぱいあるの？やっぱ、うん、理容師、髪の毛切る人か、うん、何？へえ、いっぱいあるんだ。へえ、すごい。え、じゃあ私が今取りたいのは運転免許でお願いします。そう、豆腐運ぶわけじゃないんだけどね。ちょっと頑張ってみようかな。そう、頑張ります。ハートありがとう。じゃあ次は。好きな季節は何ですか？好きな季節は秋です。そう、季節感的には秋が一番好きなの。あとね、私ゲームめっちゃいろんなゲームするんだけど、そのゲームのアカウント大体ハロウィンって名前にしてんのね。それぐらいハロウィンも大好きだから、秋には私の大好きなものが詰まってるの。そう、夏じゃないの、そう。絶対言われると思ったの。私8月8日だから、8月8日が誕生日だから夏好きって思われると思うんだけど、一番夏が苦手。暑いのが本当に苦手で、今年の夏も本当にダメだったね。うん、なんか学校のエアコンが1日だけなんか切れた時があって、あの日本当にもうなんか、うん、生きていけなかったの。かぼちゃも大好きだよ。うん、暑いの苦手なんですね。ハロウィン本当になんか、なんでわかんないけど好きなんだよね。冬か夏って言われたらまだ冬の方が好きなのかな。そう、そんな感じですかね。じゃあ次、今興味のあることは何ですかときました。はい、今興味のあることは何だろう。え、でも今 NGT48 としての活動することのさらに極めるところとか、もうすごい、なんだろう、先輩方のようになれるにはどうしたらいいんだろうってすごいずっと思ってるし、あとでもやっぱゲームは好きだし、そう、ゲームは大好きだし、星座も大好きだから、うん、メイクなんかね、私今年になってやっとちゃんとできるようになった。今までなんかゲームじゃないよ、ごめん。なんか何も考えてないとゲームって勝手に言っちゃうみたい。いや、もうどうしよう。そう、メイクはなんか日焼け止めは毎日塗るようにしてたんだけど、全然したことがなくて、今年になって NGT になってからゲーム、あ、違うメイクをしなきゃいけないと思って、そう。メイク絶対ちゃんとしないと、みんなもう周り可愛い子ばっかだったから、うん。そうなんかでもメイクとゲームってめっちゃ似てるよね、響きが。だからかな、絶対関係ないと思うんだけど、そうそういうことですね。じゃあ一番興味のあることはゲームということで。お願いします。そう、じゃあ次は好きな星座はと来ました。私の大好きな星座についての質問ありがとう。
ね、好きな星座はね、やっぱりなんか一等星ばっかで構成されてる南十字座と、あと自分の誕生日十二星座でもある獅子座も好きだし、あとサソリ座のアンタレスっていう星が好きなんだけど、あの 赤い星、火星にめっちゃ似てる星なんだけど、それがすごい好きだからサソリ座も好き、見つけやすいしね。そうそうそう獅子座はそう、春なの見つけやすいよ。なんかこういう形をしてる、ハテナマークみたいな、そうだから見つけやすいと思います。あとね、お羊座もめっちゃ見つけやすいの。うんね、北斗七星も見つけやすいよね。そう、大熊座と小熊座がなんかどっちも北斗七星でが入っててね、似てるんだけどね。そう、南十字座はね、南半球でしか見れないから、ちょっとそうそうそうって感じですかねそう、冬の大三角のなんかこうなんだけど正三角形だからすごい綺麗だなと思う。あと星座に興味を持ち始めた時に初めて見つけた星座がこと座だったから、なんかこと座にはすごい思い入れもあるかな。お母さんがよくね、車で連れてってくれんの、星、なんか明かりがないとこ、海とか、うん、どこで見たら、そうだね、やっぱ海と山、山はね高いからなんか広い範囲で見れるし、海もなんか本当に明かりがないからいいと思うかなって感じですね。山はよく見える。うん、なんかね、オリオン座ももう終わっちゃうんだよね確か、こっち肩のとこだよねみたいですそう、意外とね、なんかそう、流れ星はね意外と見えるので、たまに外から、違う、部屋の中から外を見てるときに意外とあ、流れ星ってなるから見てみて。うん、じゃあ、あ、やばい、もう終わる、あ、やばい、全然質問答えられなかった、やばいやばい、ありがとう、時間大丈夫って、危ない危ない危ない。はい、じゃあこれで今日の配信は終わろうと思います。明日は前座出演をさせていただくので、皆さん青色と青色のペンライトをぜひ振っていただけたらと思います。明日はお昼の公演と夜の公演に出演させていただくので、よろしくお願いします。ゆっくり言うつもりだったんですけれども、早くなってしまいました。楽しい時間はあっという間でしたね。はい、もうあと1分しかない。明日は全然頑張るので、皆さん応援よろしくお願いします。明日会う方はお出迎えからよろしくお願いします。 DMM でもぜひ見ていただきたいです。何の曲を披露するのかは内緒です。じゃあ皆さん、明日もまた会えると、会えますようにじゃあね、また今度配信するとき絶対見に来てね。バイバイ。